ジャズ喫茶バリルラのおいちゃんです。今日はですね、ハードバップです。もう本当にいいなと思いますね。ハードバップいいなと思います。メンバーもおそらく皆さん大好きだと思います。今日お届けするのはですね、こちらになります。レコードタイトルからまず言いましょうかね。ここに Another Monday Night at Birdland とあります。Birdland、いわゆる有名なニューヨークのライブハウスでしたですね。今はないですけども、そこでの、ライブセッションなんですね。それで以前この Another のない、Monday Night at Birdland をご紹介しました。それでこれですね。それは、同じような、まあ、色違いですけど、以前はこちらを、お聞かせしました。それでアナザーですので、まあ、もう一枚あるということですね。まだあるということですね。はい、それで今日はここから、一曲お聞かせしますけれども、もう説明不要だと思いますけれども、このジャケット私好きなんですね。本当に、ハンク・モーグレー、カーティス・フラー、それからリー・モーガン、それから同じモーグレーと一緒の、ビリー・ルート、テナーサックスですね。それぞれソロを回していきます。ですので、非常に平等に扱われているんですね、このクレジットが。ですけども、まあ、一応、まあ、いろんなものを紐解くときに、まあ、ハンク・モーグレーとやると、まあ、このレコードとか出てきます。このレコードというか、まあ、マンデー・ナイト・アット・バードランドが出てきます。はい、それでもうお聴きくださればですね、ソロを回してきます。それでテナーの違いも、モーグレーとルートは明らかに、音色が違うので分かると思います。それぞれの良さが非常に感じられる、もう本当に大好きなレコードですね。それで、この前の時もそうなんですけども、全て2曲ずつなんですね。A 面 B 面が、ということは割とこの4人ともリーダーを張れる、ミュージシャンですので、それぞれのソロパートが長いんですね。ですので、曲自体がもう8分から10分くらいになるんですけども、長さを感じさせない非常に熱演です、それぞれ。はい、では今日はですね、この、ま、Another Monday Night at Birdland の中から、それと、ま、前回、説明したのでくどくどと本当に申し訳ないんですけども、この Monday Night at Birdland というのは、このバードランドの、メインの土日はですね、もう結構な重鎮といいますか、そういったレギュラーメンバーだったんですけども、この月曜日の夜はですね、まあ、若手に解放するとか、そういう意味合いがあって、このマンデーナイトアップバーダーになってるみたいです。はい、ではこの中からですね、A 面の1曲目、It You Are No One、It's You or No One という、サミーカン作詞で、昔、ドリスデイが映画の中で歌った1948年ぐらいですかね。はい、そこでの、曲なんですね。はい、もう非常に馴染みのあるあのスタンダード曲です。例えばデクスター・ゴードンがですね、ブルーノートのDoing Alright という、レコードでもやってますし、あの1500番台の、ジョニー・グリフィンの The Congregation でもこの曲をやってたりとかですね、もうケニー・ドユーとか、まあ、ほとんどいろんな人がこの曲は、演奏してます。はい、ハードバッパーも演奏するぐらい非常に、いい曲ですね。はい、ではIt's You or No One をお聴きください。ジャズはいいよ。
It's you or no one.
Ladies and gentlemen, we'd like to do an original tune, Jam.